してる顔かな。顔だね。そしてね、下にリコちゃんの写真あるんだけど、はい、この間リコちゃんがね来てくれた時にちょっと振り返ったんだけど、ここで初登場は2月の16日でした。にこやかな写真もねありますよ。ほら見てください。まだ髪が、前髪がある、ね、この頃からもうすでにね、カホちゃんには身長とかされてましたから、ね、そうですね。入った時にはリコちゃんの身、リコちゃんまだちっちゃかったですから。ちっちゃかったね。今や大きいけど、懐かしいですね。まあ、これはね、番組のブログに残ってますので、ね、ぜひご覧くださいという感じで、その私立恵比寿中学6年経ちまして、5枚目のアルバムが発売されます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ミュージックというアルバムを3月の13日にリリースします。こちらのアルバムはどんなアルバムですか、こうちゃん。はい、このアルバムはアイドルの恵比寿中がですね、真剣に音楽と向き合ってるんですけど、それを表したアルバムとなっておりまして、とても真剣に向き合っております、音楽に。2回言われた。いろいろ大事なことで、ね、エビ中内に一生懸命やってるので、それが我ながらいいのもなんですけど、いい曲ばかりなので聴いてもらいたいし、ぜひ聴いていただきたいなと思いました。